九州大学素粒子実験研究室の野口です。日本が素粒子実験の最前線に立ち、ヒックスの詳細な研究やダークマターの探索が行われるようになること、そして何よりシンプルで美しいジェットが見られるようになることを心待ちにしています。絶対に日本に打ちしてください。